わせ2さんの釣りご飯、星2。主人公は東京出身のコミュ障の JK。この JK がなんやかんやあって田舎の高校に転校してきて、友達100人できるかな?しようとしたが失敗。その後その田舎にいた金髪ヤンキー風のセクシー担当がちょっと辛かせよしてきたのでホイホイついていったら釣りに誘われて釣りをすることになる。その後その金髪は釣りは好きだが料理は辛騎士ということで。釣りはそんなに好きではないが料理が好きなコミュ障との相性抜群ということで山で釣った魚を料理して食べるというゆるゆる風、アウトドア、釣り、料理という当たる要素をふんだんに使ったちゃんぽん作品。釣りだったり JK の作画、料理や魚の作画はクッソ気合が入っているし、JK を可愛らしく描こうとするやる気はでね。多分この作者は釣りとか好きでない、アウトドアもそこまで好きではないインドアだと思われる部分が漫画に出ており、キャンプとかアウトドアって当たっているから便乗しようという部分が見え隠れする部分が消せていない。好きじゃないものを描いても読者はバカじゃないからわかるのぜ。そして本人が好きじゃないものを共感してくれる確率は下がるから趣味って大事だと思ったのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル